牧原のりゆきさんの曲で、どんな時も。後ろの方の皆さん、よかったらリズムを刻むようにいいねしてください。そしたらスコア伸びるので、よろしくお願いします。僕の背中は自分が思うより正直か、誰かに聞かなきゃ不安になってしまうよ。旅立つ僕のために誓ったあの夢は、古ぼけた教室の隅に置き去りのまま、あの頃だけのスニーカーじゃ追い越せないのは、電車でも時間でもなく僕かもしれないけど、僕らしくあるために好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてたい。どんな時もどんな時も迷い探し続ける日々が答えになること、僕は知ってるから。あたりも好きながらの面白いと思ってて、よかったら言ってくれも聞いててください。遠くの方から見ていただいている方もね、ちゃんと見えてます。ありがとうございます。もしも他の誰かを知らずに傷つけても絶対譲れない、夢が僕にはあるよ。昔は良かったれど、いつも口にしながら抱えていても、鏡の前笑ってみる、まだ平気みたいだよ。どんな時もどんな時もビルの間窮屈そうに落ちてゆく夕日に焦る気持ち溶かしていこう。その人を守れる強さを自分の力に変えていけるように、どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために、好きなものは好きと言える気持ち抱きしめてた。し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。ありがとうございます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 。よかったらリクエストも受け付けてますので、ぜひよろしくお願いします。男性のファンが少ないわけですね。そうなんですよね。今日はぜひ男性ファンを増やして帰りたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。へっ、じゃあちょっとこの間現地チェンジしますか。私、本当にひらがな5文字でね、オトモトルという名前で活動しております、ここにもあるんですけども、YouTube チャンネルのね、ユート TV というチャンネルがあるんですけども、そこの、チャンネルのエンディングテーマなんかも歌ったりしてます、そのチャンネルがね、あと300人ぐらいで、チャンネル登録3万人いくんですけども、3万人いったら、僕とね、ユート TV、僕らのユート TV とのコラボの、動画がね、スペシャル動画が上がりますんで、よかったらね、YouTube の方もぜひチャンネル登録していただけたらと思いますんで、よろしくお願いいたします。そして1月20日からね、セカンドシングルを販売しております。僕たち300枚売り切るまで新しいシングルが出せないというチャレンジを行っております。残り184枚、こちら売り切るとサードシングルが出せるという形でですね、路上ライブの方を、
頑張っておりますので、もし、聞いてみてですね、この人たちの曲お家帰っても1回いや3回ぐらい聞いてみたいなという方、ぜひですね、CD の方をお持ち帰りいただけたらと思いますので、2曲入り1000円で販売の方もやっております、いつでもお声掛けいただければ、僕たち歌いながらでも対応させていただきますので、ぜひともぜひともよろしくお願いいたします。